ガンダーラ、ガンダーラは現在のアフガニスタン東部からパキスタン北西部にかけて存在した古代王国。北岸に位置し、その東端はインダス川を越えてカシミール渓谷の境界部まで達していい。ガンダーラの王国は紀元前6世紀から11世紀に存続し、1世紀から5世紀には仏教を信奉したクシャーナ朝の下で最盛期を迎えた。1 2 1年に ガズナーサのスルタンマフムードにより征服された後、ガンダーラの地名は失われた。イスラム支配下ではラホール、またはカーブルが周辺地域の中心となり、ムガル帝国の支配下ではカーブル州の一部とされた。ガンダーラはベーダ時代、カーブルが死からインガス河口までをその教育としていた。その領域はとして知られている。後の時代にはインガス川を越え、 パキスタンのパンジャーブ州北西部をも領土に含めた。ペルシアと中央アジアの重要な交通路であったガンダーラは国際的な商業都市として繁栄した。時代によってタクシラをまとめてガンダーラの領域に含めることがあるが、中心地は常にペシャワール渓谷であった。王国の首都はチャール・ザダ、タクシラ、ペシャワール、末期にはインダスノに置かれた。 ガンダーラの名前は、リグベーダにも現れているが、紀元前6世紀にはアケメネス朝ペルシャのキュロス大王、もしくは、ダレーオス一世によってそのハントに組み込まれたことが、文化ており、ペルセポリスのダレーオス一世碑には、ガダラという名前が記録されている。ギリシアの歴史家、ヘロドトスの著書、歴史には、ペルシャ帝国の二重の俗領が記されているが、そこではガンダーラはパド州行く、または、 ペシャワール渓谷として記録されている。紀元前380年頃までにペルシャの支配は弱まり、多くの小王国がガンダーラを分割支配した。紀元前327年にはアレクサンドロス大王がガンダーラに侵攻したが、大王はこの地に一年も留まらなかった。同じ頃、マウリア朝のチャンドラグプタ王はタクシラにあったが、 紀元前305年には、セレウコス朝を破り、アフガニスタン南部を支配下に収めた。その後、一世紀半にわたりマウリア朝がこの地を支配した。チャンドラグプタの孫アショウカ王は熱心な仏教徒となり、ガンダーラに多くの仏塔を建立した。その後、マウリア朝が衰退してインドは大陸に退くと、ギリシャ系のバクトリアがこの地に勢力を拡張した。 紀元前185年頃、ガンダーラとパンジャーブは、バクトリア王デメトリオス一世により征服された。その後、バクトリア分裂の後、ガンダーラ地方は、バクトリア内部での独立した政権が支配だ。インドグリーク朝のメナンドロス一世は、ガンダーラの最も有名な王である。仏教徒となった、彼は、ミリンダ王の問いとして仏典に描かれ、 多くの仏教徒によく知られる存在となった。紀元前140年頃には、メナンドロス王は死に、インドグリーク朝の分裂が始まった。同じく、パルティア系民族により圧迫され、イラン高原から、サカ族がガンダーラ地方へ移住した、イドスキ北洋国。現在のパキスタン北部、アフガニスタンで使用されている、パシュトーゴは、このサカ族の言語を起源としている。 紀元前90年にはパルティアはイラン東部を支配下に収め、紀元前50年頃にはアフガニスタンに残る最後のギリシャ人勢力を駆逐した。パルティアはガンダーラにギリシャ的な芸術様式を持ち込んだギリシア系住民を一掃した。我々がガンダーラ美術の発展を見るのはこの時からである。紀元前50年から75年。ローマとの構想や、 紀元前92年のミトラダテス二世の死などによってパルティア王国が弱体化するとパルティアの大貴族スーレーン氏族王族から分岐した氏族はインドスキタイア大月氏によって占領されていた東方領土に侵入を開始したパルティア人はガンダーラ地方でクシャーナ朝のオークジュラカドヒセスなど多くの地方領主と戦った後ゼンバクトリアと 北インドの広大な領域を支配下に収めた。20年頃、パルティア人の征服者の一人オンドファルネスは、パルティアからの独立を宣言し、征服した領域にインドパルティア王国を建設した。この王国は、なんとか一世紀ほど存続したが、北インド地方は75年頃に、クシャーナ朝によって再征服された。この後、クシャーナ朝の支配下でガンダーラは、 黄金時代を迎える。ペシャーワル渓谷とタクシラにはこの時代の仏塔と仏寺の遺構が数多く見られる。カニシカ王、在位128年から151年統治下にガンダーラ美術は繁栄し多くの仏教建造物が建立された。カニシカ王は仏教が中央アジアから極東にまで広がりを見せることになった最大の老舎だった。王のもとでガンダーラは 周辺文明の中心となり、その地で栄えた仏教美術はアジア全域に広がった。ペシャーワルには120メートルもの巨大な仏塔が建立されたほか、数多くの仏教遺跡が残り、後世、東アジアからの巡礼地として神聖死された。カニシカの死後、王国は東方領土を失い始め、西方ではサーサーンアサの支配下に入った。しかし、 クシャン族の族長の下で、新しい仏塔は建立され続け、旧来のものは拡張された。仏寺には大仏像が建てられ、断崖には魔害仏が掘られた。450年頃、エフタルが侵入し、ヒンドゥー教が一時左官となったが、サーサーアンアサが再び盛り返し、568年にはエフタルを駆逐した。644年にサーサーアンアサが、 イスラム帝国に敗れると、ガンダーラは、トゥルク系民族によって支配され、再び仏教が広まった。多くの中国からの仏教巡礼者による旅行記は、ガンダーラが、この数世紀の間に大きく変容したと記録している。次第に、ヒンドゥー教が流星となり、仏教寺院は次々と放棄されていった。その後、イスラム勢力が侵入し、ガンダーラの名は忘れられていった。 現在のアフガニスタンのカンダハールという地名はガンダーラに由来するという説が存在する。ギリシャ、シリア、ペルシャ、インドの様々な美術様式を取り入れた仏教美術として有名である。開始時期はパルテア地世の紀元前50年紀元75年とされ、クシャーナ朝地世の1世紀から5世紀にその流星を極めた。インドで生まれた仏教は当初、 仏陀そのものの偶像を崇拝することを否定していたが、この地でギリシャ文明と出会い、仏像を初めて生み出した。インドをはじめ中国や日本にも伝わり、また大乗仏教も生まれた。カブトバツとバツビシャモンテン像という頭に鳳凰のついた冠を被った像が存在し、ビシャモンテンの起源がギリシア神話のヘルメース、ローマのメルクディウスであるという説がある。 五世紀にはこの地にエフタルが侵入し、その繁栄は終わりを告げた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。